ありがとうございます。こんにちは。ね。アマゾンで買ったこれ。このね、ゴチュールっていうの。これ激安。1個、スイムベイトでこれ500円、450円か。ぐらいで。けど随分前に買ってね、そこにあって。これ釣れるのかどうかっていうね。ちょっと検証しようかなと。まあ、企画ですよね。このルアーが海で投げたら巨大魚釣れるんだろうか。ちょっと今日はこれ一日中ね、海で投げ倒していこうと思います。菊池さん。おう。さあ、今回巨大サゴ狙ってますけど。そうやね。あの、企画的には、うん、その激安ルアーででかいの釣る。おう。やっぱりそういうのって男の釣りじゃん。そうやな。うん。やっぱり、男の、俺そういうとこあるから、男の世界入ってるから。入ってる。さあ、下田船長にこれがいいよってもらいましたけど、僕はゴチュール1本でいきます、ね、いやー菊さん、お来ましたよ。来ましたねやっぱワクワク、昨日からちょっともう釣れるんじゃないかっつって、もうずっとねワクワク感が止まらない。今日下田さんどうも。どうも今日どういう感じなんですかね。今日はブリとサワラです。ブリブリブリって何センチぐらいなんですか。大きいやつだと90近いです。90センチって何キロですか。ね、今先週一番大きいのが、ね、6.9 キロぐらいです。あ、約7キロ。すごいな。メーターも出る可能性もあるんですか。ーメーターはほぼメーターはね難しいけど、サワラのメーターは出るかも。サワラのメーター、はい、菊池さんサワラのメーター、それあげれるかな。わからん。すごいな。ちょっと俺の腕で勝てるかな。このドラグいつもギシギシやでね。そう、ドラグギシギシでいかんとも引き味わえへんや締めないかんドラグ。一瞬にして切れる。これ志村さん、この竿で取れますかね。名刀カリスマスティックハマチ いけます。いけるんじゃないですか。 1.5 号です。 P1.5 号全然大丈夫です。よっしゃ。何グラムやこれ。サワラ専用だから 35? ただブリも釣れるかもな。ブリも今釣れてるっていうから、これ食うか。めちゃめちゃガッチリしたルアーやな。キリさん、お前ブリが来るぞ。ひたすら巻くんだよ。日本記録取れよ。午前中もお前80センチのヒラメが釣れて、ああ釣れるポイントだ。ここはヒラメ両方釣れる。よし、食い上げてくるヒラメも。よし、やれよ。ということで皆さん、セントレア沖に来ました。このルアーで釣れるのかどうか。島さん、島船長、全然いけると思う。これいけますか。やっぱ、はい、よし菊さん、全然いけるやろ。やっぱ太鼓判ももらったぞ。釣れると思うよ。じゃあ投げるぞ菊さん。ナブラだ。ナブラ来た。ナブラ来た。ナブラ来た。そこにある。よし、お前気をつけよ。お前打つぞ。おお、ナブラガツンと来るから。釣れよお前。でかいんだよお前。でかいんだよ菊さん。サワラに食われちゃったやん。サワラに当たってライン切られちゃった、うん、おるんやな。おる。投げて、あのすぐ巻いてきていい。投げて表層を巻いてくる。菊池さん、お釣ってくれ。取れたか。取れた、はい、いや、回遊してくる。泳いどんいっぱい泳い。この辺うろうろ。あ、うろうろしてる。要するにのタイミングでバサッて合流したら、合流したところにどこに入れる。この潮目この竿ボロ届かないもん。距離がね。これで表層ですか。だったらそこまで早く巻かなくてもいいかもしれないですね。表層ですか。それは表層で全然食ってきます。ブリも、はい、釣ったことないですよ、はい、ブリとかを。ブリないです。釣ったことないんで。釣ったことないです、はい、多分かかったらびっくりしますよ。そんなに。そんなにします。ボイルチャーよ菊池さん。ボイルチャー面で投げとる。面で俺は来たでしょ。今来たやってるとこに。やってるやってる。来た来たかお前。食ったか。でかい。なんだ魚は取ったるわ。でかい。でかいでかい。めちゃめちゃでかい。ハマチか。ハマチかお前。もうあの多分時間かかる。時間かかるぞ。時間かかるんだ。ハマチかお前。
めちゃめちゃ引いてる。やっぱそのルアーか。めちゃめちゃ引いてる。やべえか菊池。やべえ。重いのか。めちゃめちゃ引いてる。めちゃめちゃ引いてる。めちゃめちゃ引いてる。これ何ですか。これサワラかブリか。ブリか。ブリかな。ちょっとお前。これはめちゃめちゃ出てる。出たか脳汁が。めちゃめちゃ。やばい。やばいよこれ。だ今ボイルに来て。一瞬。一撃、俺のご注意よりやっぱサワラチューンか。で、どうなん、出てっとんか、お前。負けてます？ごめん。もうちょいドラグ締める。もうちょい締めないか、お前。素人やから、お前。くるくる回転してんじゃないか。いや、負けてる、負けてる。あ、負けとる？多分、サワラチューン。サワラや。ちょっと。志村さん、嬉しいです。バナナが。嬉しいです、志村さん。やったやった、菊池坊主の、このお前が、お前でも釣れるんだよ。だいぶ上がってきた。まだ船の下に行ってからもう走るんだ。気をつけよお前。バラすなよ。走ってる走ってる。でかい走ってる。ファイト時間2分超えたぞ。もうだいぶ疲れてきたぞ。2分超えたぞファイト。やれよ。でかい。ブリだブリブリ。ブリだブリブリ。これ手前に来て走るのはブリなんですよ。ブリだブリ。ヒラメか。ワールドシャウラ気持ちいい。疲れた疲れた。でかいんだよお前。すごいぞ。もう過去最大級じゃないか。すごい人生の。すごい。お前なんかドラグ緩いんじゃないか。もう半クリックやってもらったから、ね、半分。もう俺ならもう上げてるぞ。やばいやばいやばい。ブラックバスの10倍釣れる。すごいすごい。やっぱすごい。もうちょい締めましょうか。すごい。ちょっとやばいやばいやばい。見えてきた見えてきた。そうそうそう。魚。うわ、でかいや。ブリブリブリ。ブリだ。ワラサだ。これ、お前、ワラサじゃねえか。ブリじゃなくて。そうでもないので、お前。騙したか、これを。いや、でかいでかい。でも、でかいぞ。でかいでかい。いいね。ナイス。ブリだ。ブリだよ、これ。よいしょ。これ何ですか。わらさ。ブリわらさです。これ何センチか。ナイスナイス。糸出し。素人巻きすぎちゃう。よし。やったな、菊池さん。うわ、めちゃめちゃうまそう。これ、でっくり切れねえよ。冷凍だよ、これ。ちょっと危ない危ない。これ。待てよ。やべえじゃん。取れて、これまずこれ外して持ってほしいのね、あなた菊さん。ちょっとこれな、これな、ほら見てよ見てよ。ゼロここだろ。71センチ。ブリ。これ71センチは何ですか、船長さん。7ワラサ。ブリって言ったら怒られるぞお前。ブリ80。ほら持て、上に持ち上げろお前。落ちる落ちる。真上に。大丈夫。落ちちゃう。やれ。落ちちゃう。もっとしゃがめ。寝ろ。上持ち上げた。持ち上げろ。うわぁ。やったかお前。やったー。どうしたんやお前。これでくれよこれ。鱗。サワラの巨サワラ。巨サワラの鱗。巨サゴシ。巨サゴシだよこれ。売ってきたんやこれ。お前腹筋せな。腹筋しなかったんだよ。サワラッシュ。俺はね、ゴチュールで釣るよ。これでビッグバス絶対取るげ。菊池さんどうよ。ないな。ボイランか。サワラッシュのなこれ。お。トゥイッチ、サワラッシュのトゥイッチでな。今ボイルはサワラがジャンプしたよ。食わんかったな。島田キャプテン、これ状況はどんな感じですか。状況は、はい、サワラ活性上がるの待ってる状態ですね。この界隈に今いて、めちゃいます。めちゃくちゃいると。めちゃめちゃいます。めちゃくちゃいる。めちゃめちゃおるんだ。釣れよお前。さあやってる場合じゃない。投げろ早く。寄ってくる寄ってくる。寄らないから。そんな来ないから。バスと違うから。バスも来ないから。エイトトラップとかめちゃめちゃいますか。めちゃめちゃいます。で食う時間帯とかスイッチ入って群れを追ってボイルの時に入れ込むと。そうですね。基本はボイル打ちの釣りというか。基本はまあボイルが出たらもうすぐそこ行ってるから、ね、逃げれな感じです。いや
でもあの当たってビーッて出るのあれ汁が出ますね。確かにこれで中毒になって家族を捨てちゃうんで菊池さん。捨てないけど。捨てないか。いますよね岸本キャプテン、あの釣り基地中毒になると家族も全部捨てて、はい、釣りだけになるって。あ、離婚する人いますね。ですよね。全財産をそこに破産する人、破産する人いますよね。そういうことだ菊池さん、何でもほどほどに。ほどほどだよ。でも一匹捨ててくれ下田キャプテン、はい、今日ヒラメの70、80オーバーが釣れたってことなんですけど、はい、どこで釣れたんですかこの辺で。いや こことは全然違う。違うんですけど、ここにいてもおかしくないですか。ここにいてもおかしくはないです。じゃあ僕だけちょっとヒラメ狙っていいですかね。いいっすよ菊池さん。15メーターラインそこトントン、ゴチュールで俺だけ違う釣りやるわ。どうよ、どうよ調子は。今むせ下に群れが来とるって。いや俺ずっとおるなあ。うわほらほらほら、これ下田キャプテン何ですかね。青物か沢中です。青物来てる。水深5メーター、そこから5メーター。いや、あの上から5メーター、上から5メーター。上にいる菊池、早く早く。菊池さん、このルアーが釣れないってことが判明した。やめそれ、もう3時間や、ね、これは3時間絶対釣れないルアー証明したわ、検証したわ。カエル浜王に、やっぱりこいつしかねえか。ですよね、世界最強。おいキャプテンからも OK もらった、最強浜王やったるで。危ない危ない、お前今もじりました。投げろ投げろ、キフさんラストチャンス、あと1時間しかないぞ。釣り釣り釣り、早く気をつけて、キャスト釣ってくれ。もじってるもじってる、もじった。よし菊池さん、今回特別に島田船長のご厚意でサワラダービーに参加させてもらうことになったんで、急に大会に今参加してんだよ。そうだよ。で今お前が115位。いや3位。島田さん何位ですか。トップ100以内には入ってるんですね。トップ100 JB トップ100だ。お前100だ、サワラダービーの日本で100番目、うん、あれ菊池さん釣ったの何キロですか。多分3キロあるかないか。3キロ、もう 2.9 キロ。 3キロあるなしや。うん、これまでもでかいの釣ったら、お前優勝したらステラだぞ、うん、ステラ、ステラの5000番。おお、ステラがその辺泳いでる。おい、おー菊池、ステラ来い、釣れお前ステラ。10キロ釣ったらトップ取れますね。サワラは、まあ、7キロ釣ったらトップ。本当にサワ、あのステラが見えてくるんですよ。珍しいですか。ブリは何キロですか。ブリは多分7キロ超えとかないと無理。無理っていうか怪しいですね。10キロ釣ったら、10キロ釣ったら多分ダントツ1位。ダントツ1位です。菊さん、夕焼け綺麗だよ。サワラッシュ、俺は浜王一本勝負よ。サワラッシュ、さっきのね、あのゴチュールのワームはね、飛距離が出ないから難点だわ。あれ、うん、でお前5バイト逃してる、うん、だからいいルアーなんだけど、ちょっと飛距離がね、やっぱ浜尾と比べると半分だから。あれじゃボイル打てない。そうだな、打てなかった。ボイル打てない、だって俺あと2メーター届いたら絶対食ってたって言うんだから。あんなゴミルアー使ったらゴミって言ったらいかん。ゴミルアーこれカットカットいかんけん、メーカーに怒られる。中国の、中国だから大丈夫。これな、 あとお前が持ってるかどうか、サラダービー。サワラッシュ、菊池さん、もうラストチャンス。おいなあ、サワラッシュ、これでやるか。とにかくサワラッシュ。うわうわ、波すげえな。すげ、波乗り来たぜ。俺たちの時代来たぜ。鳥がおる、鳥がおる、あの下、菊池さん、鳥の下いる、小魚のおるよな。あれはいるぞ井口さん。ああ、この夕まずれの見て、 あのゴールデンタイム、さっきスナメリおった、おったな。あれ狙うから俺釣っちゃダメ。スナメリをイルカと一緒、クジラだから。スナメリこれで狙うぞ。ダメ、いいね、100万ドルの。島さん綺麗ですね。
日によって違いますかね、夕焼けは。今日は綺麗なんですかね。ですよね。なんかやたら綺麗だもん今日。ちょうど天気でやっぱりね、日によるんだわ。曇りだったらね、全然。まあ、そうだよ。今日はいい天気でね。いや、ちょっと雲があるからいいね。ああ。あの雲とね、こう。紫で撮ったな。紫が。グラデーションが出とんの。うん。よくわからん。紫が入ってる色が。パープルな。ああ。ディープパープル。志村さん、UFO 見たことないですか。ない。あ、ないですか。ないで。ないな。ねえ。今日写真撮ろう。今日のこの雲、いい日なんだよ。ついに来た俺にも。志村さん、佐護市切られました。本当ですか。だって急に軽くなって、あれって、なんか引っかかってもないのに佐護市勝った、やられた。さあ菊池さん、浜王よ、ついに佐護市勝ったでやられたから、これラトル入りに変える。浜王ラトル入り。みんなクラゲがめちゃめちゃいる。これ食べれますか、島田さん。いや、珍味でクラゲカッターや。後半戦でシーバス釣りだ。おお。シーバスの刺身こうか。食べよう。島田さん、はい、シーバスってどういう状況なんですか。夜はね、人の数は今が連れてる、死ぬ方が釣りやすいですね。あ、そうです。ナイトクルージング。志村さん、やりました、ついに。最後です。やって、これ粘って、貴重な、シーバスだって。シーバス。貴重な魚。やった40センチ。刺身だ、これ。持って帰ろう。もう逃がしてもいいけど、食べるなら。持って帰る、食べよう。食べよう。いたなぁ。おった。いましたね。やった釣れたぞ。はい、ほぼほぼ潮止まり前後でずっと釣りしてた。ああ、なるほど。だから潮が効けばシーバスも入れ食いになって、入れ食いとまではいかなくても、あの追いかけてくるやつが食ったりとか。ただ志村さん、今日記録が出られたんですよね。 7.9 キロのその大会記録。そうですね。真横の船やで。俺も惜しかったんや。え、惜しかった。何がブリこれブリじゃないですよね、下野さん。あれほぼブリ。いや、79なら分かるわ、78なら分かるけど、71だから、あれ。うん、わらさだ。惜しかった。そうです、下野さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。菊池さん、ああ、やったな、ブリ。やったブリ。おるで。いや、この中にブリがおんねん。開けろ。うわ、うわ、でかっ。これ氷締め。うわ、重い。5キロ超えてる、これ。やめろ、鮮度落ちる。いやいや、5キロ超えてる。いや、これ本当に3キロですか。10キロぐらいある。いや、これ記録や。いや、これ3キロじゃないよ。だってめちゃめちゃ引いたんだから、この巨ぶり。俺は 3.8 だと思う。何キロ当てろ。当てたろ。島田さん、何キロ。 2.9。 あ、測ってください、じゃあ。はい、俺 3.8、2.9、6.9。 正解者には多分島田さんが一番分かってるよね。分かりましたよね。 3.8。 正解をお願いします。何グラム、何キロでした。 3.470。 俺のブラックバス記録と一緒です。 3.4 キロ。やろお前。 1.9 ないか。それはあるわけないだろ。 3.4 だから太ってたの。これ油が乗ってるから重いんですかね、船長。
いやー渋かったな今日。でも一匹取れてよかったじゃん。おお、まあ、あの魚なで今回いろいろ聞いたんだけど25ポンド俺12ポンド前取った。20には切られるぞ。でも25ポンドで、まあシーバスじゃないからさ。で俺もサワラカッターでやられとるね一発で。お前もサワラカッターやろ。で次ワイヤーリーダーか30ポンド、うん、で PE は3号だ。メーターが来たらどうすんのよ。PE1.5 でいいってこと。ダメダメダメ。 それはあのちっちゃいやつな、80センチ90センチのやつな、うん、日本記録級の115センチの22キロが来た時は PE3 号5号前とかんと取れない。ダメダメ。もう俺買うわ。飛距離は、うん、いやもういらない飛距離も。PEをな、ボイル打てないんだから。いいんだよ PE をな。5号とリーダーもワイヤーで35ポンド。どうせだって22キロでも取れるから。さあ菊池さん、今日ご褒美だ。ラーメンやった。ね、やったな。記録更新だからな。自己記録倍45センチの。よっしゃ食べようぜ。さあでっかいワラサブリハマチ。まあ自分あのこのチャンネルね見てくれたことない人初めてなんで、料理人なんですね。もともと料理チャンネルもやってます、はい、職人ですわな。なんか魚のことは結構うるさいんですけど、まあ、このようにワラサがありましたらね。キングさん重いなこれ。3キロ平気で超えてる。これね内臓まで出しましょう。硬っ。うわうわうわ腸が出てきてこれは気持ちいい。うわなんか出てきた。何あれ、なんだそれ。内臓内臓。うわすげえ。でさ卵卵これは食えるぞ。ここ食えるそれ。もちろんもちろん。これ卵が、卵され、何それ。卵、卵、これはな、卵、卵の全容体は取っておいて、まあ、内臓は捨てようね。ほら、魚が出てきたぞ。マジで、イワシ出てきた。うん、イワシ。はい、来ました。だから 3.4 キロ。はい、こっち来て。これ内臓、これイワシです。胃がこれで普通 2.9 キロぐらいだよ、つったらね。よう食っとるねこれ。でも 3.4 キロで重いの。食っとる食っとる。これね、これも食べれる。だからね、引いたんだよこれ。これもね、これ天ぷらにする、うん、食わない。え、なんでや。今日食わない。うん、いい匂いするこれ。もう全然今日食べたばっかりのイワシがいっぱい入ってます。なんかもう切り身みたいになっとるやん。相当硬口イワシが。なあ、切り身になっとるイワシが。消化しとるとかな。めちゃめちゃ出てくるぞイワシ。めちゃめちゃボイルでめちゃめちゃ食っとんやんこいつ。腹パンやこれ。ああ、イワシ10匹以上食っとる。はあ、何これすごいねこいつ。だから重かったんや。 あと太っとるな、ほら全部肩口イワシが。これすげえ入ってますね。レバーボーチョでないかない。ここ骨が、ね、レバないの。ない。キズさん、釣ったばっかりのブリの鼻の中に、これ胃の中のはこれ消化されとるん、こうやって。ああなあ、これ上の方にあったやつまだ入れて、今日食ってまかない状態。片口イワシこれ食っとったんや。ああ、だからこれとそっくりのルアーを使えば釣れる。これで釣ったんだから。だろ、うん、三枚おろしやるよ。これ高橋流なんだよね、素人がやってるんで。まずここねここ骨があるやん。素人だよな、下手だぞ相当。これ90やでね。これは90、70か70。これね、骨に沿って、うん、まあ、ちょっとだいぶ身はやっちゃっとると思うけど、まあ、勘弁して素人だな。なんなくできとるやろなんとなくでできたやろ。なんとなくな。多分相当下手だよこれ、まあ、肉をさ、こう骨があったらさ、ああギリギリで多分プロの人やるね。キクさん、ああこうなったら今回刺身で食うから。刺身で食うか。もちろんもちろん。ああ刺身か。ちょっと上から写させてくれ。うんうん。ああいいね。でしょ。でこれ皮を
に引くっていう川引きっていうの、俺もちょっと素人なんで。いや、お前は川引きのプロだって言っとったじゃん。いやいやいや、素人なんだけど、川引きっていうのはまあ初めね、こうやってやってこれね、川と見くらいのようにこう歯入れて、で包丁これで引っ張っていくな。右手は固定で川を引いていく。ちょっと下手なんだけど、川の方を引いていく。相当下手なんですけど、まあ、なんとなくイメージがね。これは下手っぴだ。うわぁ、川引き失敗。身がで、これが今こうできたでしょ。ああで、ざっくりこれちょっといい感じにできたの。そこでここが大トロの部分。ああ、ここに肉がついてる。肉がもちろんもちろん。これちょっと今一回皮も取っといて、後でね、あそこも刺身で食えるんで、でこうなるでしょ。でちょっと申し訳ない、ここは切れてしまうね。これ後でブリトロにしたら、でこうなった時にちょっとクッキングペーパーあるよ、いいよ、買ってきて。こうなってきたらちょっと水分をね、ちょっとこんな感じで取って。水分の意味なんや、それはどういう意味があるんや、それどういう意味があるんや、それ料理人としては言ってみ。なんで言ってるの。まあ、とりあえずこれやって、うまみというか無駄な水分が出てるから。うまみを取っとんやないんか、お前。違う違う、これは逆に取る。うまみをお前、吸い取って、お前。こうなるやろ。吸い取ってまうぞ、お前。うん、でこうなるやろ。こうやったら、あと今度、真ん中に骨があるんですよね。でこの骨を、ここもね、とりあえずこんだけ刺身でいきますかね。もうこれはいけるな。骨がないんで、じゃあこれを刺身の部分ね。あ、いけるな、それ。で俺はこういうの厚切りじゃなくて薄作りが好きなの。大体みんな薄作りが好きだね。でも、そう、あ、分厚いとね、薄作りが、こんぐらいの薄作りで一人10キロも食ればいいでしょ。結構素人が作ったんでしょ。うまくできる、バッチリよ。No、 OK。 いやー、これうまそうだね。古いぞこれ。いいね。さあ皆さん食べましょうね、これね。今日釣ったばかりのブリの刺身、ワラサの刺身。いや、ブリだよ。じゃあちょっと菊池さん食べようや。の、うん、これ釣りたての、これどうなんだろう。泉ホヤが今から食べる。いただきます。コリコリだね。うまい。うん、うわ、カチカチ。コリコリどうや。ちょっと醤油つけすぎて辛いな。コリコリ、うん、食感もいいね。これ5日間寝かした方がうまいね、熟成で。今日はコリコリしてるけどな、いいだろう。うまい、うまい。いや、これはね、釣りたてのね、カンパチ。カンパチって何なの。うん、カンパチって何。ブリとは違う。魚の魚種が違うんだよ。でもこれなんか全然脂っこくないね。うん、ハマチの刺身では結構脂すごいじゃん。もうさっぱりした感じ。まあ脂乗っとるとこもあるんじゃないか、まあ、ブリで。いや、めっちゃうまい。うん、大トロのとこはな。な、こことか。ここ。うまい。どうキクさん。うん。キクさん、俺だけこんだけもらうわ。あと残り全部食べなさい。あなた釣ったからね。でこれは冷蔵庫で冷蔵庫やとこな、冷やして5日後に熟成させて食うから。いいね。